今日の料理は、今日というか今回ですね、ちょっと蜂蜜を使った、まあ、料理をやっていきます。まあ、なんで蜂蜜かっていうとですね、これ結構、思ったよりなくならないんですよね、減らないんですよね。これ、どうにかして処分したいっていうような、まあ、そんな方向で、まあ、今回たっぷり蜂蜜を使った、まあ、手羽先なんですけど、手羽先と、蜂蜜と、ね、からしですね、これを使った、まあ、料理をやっていきたいと思います。まあハニー、マスタード、チキンウィングスみたいな感じですね。はい、作っていきます。水と日本酒を沸騰させて先ほどの鶏手羽を入れます。でここで、まあ、メインの蜂蜜ですね。これをとにかく入れます。たくさん入れます。どのぐらいだろう。もう結構入ってますね。そして次に、まあからしですね、マスタード、入れて、あと、まあちょっと醤油と、まあ、まず醤油ですね。これで、まあ味を整えていきます。甘辛くしたいんで。まあ、あと最後仕上げで、まあみりんですね。ちょっと、まあグツグツちょっとね、コトコト煮込んでいきます。少々蜂蜜の味がもう勝っちゃってるんで、ここでめんつゆを入れます。ちょっとこれ味を整えて、はい、ようやく味の調整が落ち着きました。あとはこうね、落とし蓋をして、まあ弱火で長時間煮込みます。あー、すっごいいい匂いがします。どんなもんかな。お、まあもうちょっとですね、もうちょっと煮込んでいきます。あー、いい匂いだ。あ、ほんといい匂いです。お、完成だ。よし、完成。へい、お待ち、ハニーマスタードチキンウィングスですね。もうこの照り方が素晴らしい。すっごい美味しそうですよ、これ。もうすっごいいい匂い。はい、じゃあ食べていきます。これもう見てください。もう蜂蜜もこんなに使っちゃって、もうからしもね、今日未開封だったんですけど、もうほとんどないです。もうすっごいいろんなものがもう凝縮しまくってる、そんなチキンウィングスですね。はい、じゃあ今日のドリンク、琥珀恵比寿、期間限定らしいです。よし、今かかってる BGM なんですけど、聞こえますかね。これこういう CD なんですけどね、焚き火のパチパチメラメラ、こうなんていうか、火のパチパチって音が鳴ってる、そんなね CD があるんですけどね、こういうの1時間ぐらいずっと鳴らしっぱなしです。おお、あっ、最高です。もう肉がね、スルリと口の中でほどけますね。柔らかく。あ、なんかあれですね。
ご飯が食べたいです。うん、うまい。うん、ほんと柔らかいですね。あー、うまっ。うん、やっぱご飯だな。今日ご飯がね、ないんですよね。仕方なくちょっとビールと野菜で補ってます。うん、柔らけうん、手が汚れる。